ジェームズ・スティーブン・ジョーンズは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨークシブルクリンク出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、MLB のテキサス・レンジャーズ参加に所属している。2009年、MLB ドラフト4巡目で、シアトル・マリナーズから指名され、7月14日に契約。この年は、A-9、エバレット・アクアソックスで45試合に出場し、打率。 311.3本類が24打点だった。2010年は A 級クリントン・ランバー・キングスで132試合に出場し、打率269.12本類が65打点、24盗塁だった。2011年は A 級ハイデザート・マーベリックスで83試合に出場し、打率247.5本類が29打点、16 投類だった。2012年は A q ハイデザートで126試合に出場し、打率306.14本類が76打点26盗類だった。2013年は A q ジャクソンジェネラルズで101試合に出場し、打率275.6本類が45打点28盗類だった。8月に トリプル A 級タコマレーニアーズへ昇格し、4試合に出場した。オフの11月20日に40人枠入りを果たした。2014年はトリプル A 級タコマで開幕を迎え、4月16日にメジャーへ昇格。4月18日のマイアミマーリンズ戦でメジャーデビュー。7回裏から右翼の守備につき、8回表に AJ ラモスからメジャー初安打を記録した。 この日は1打数1安打だった。4月20日にトリプル A 級タコ前降格した。打撃面は課題を残したが、投塁成功が27で、投塁士が1と高い投塁技術を示した。2015年は出番を大幅に減らしただけでなく、極度の打撃不振に陥った。28試合で打率。103だった。守備では20試合の中堅守の守備で無失策ながら、DRS ごと。 こちらも、いまいちだった。また、右翼子を6試合と左翼子を2試合でも守ったが、これらは、無失策、DRS 例だった。2015年11月16日にレオーニス・マーティン、アンソニー・バスとのトレードで、トム・ウィルヘルム戦及び後日発表選手ともに、テキサス・レンジャーズへ移籍したが、12月2日に、ノンテンダー FA となった。ありがとうございます。